あ、それでは両チームの初戦に臨むスターティングメンバーをご紹介してまいります。ゴールキーパー小久保、そしてディフェンスは右から関根、木村、高井、大原、主審のフランスはルテキシエさん、さっと横に手を広げました。小久保がちょっとエリアの中までボールを持って、ゾーンでゴールの周りを埋めている日本のディフェンスですが、ゴールキーパーパンチング、あ、ラインを割って、そんな流れになってサイドを使ってきました。中央一人来ている、小久保が落ち着いて対応しました。その小久保と接触があってプレーが止まっています。最前線になって左サイドバック大畑、あっとシュート、小久保よく戻りました。ちょっと大畑からゴールキーパー小久保へのパスがショートする感じになって、その間に相手に入られてしまいました。ディフェンダー4番の関根弘樹、15番高井光太、3番西尾龍也、プレーが続きます。関根の対応、いや危ない、小久保レオブライアンよく止めた。あそこからニア、前半終了間際日本が押し込まれています。クロスが来る、どう、危ない、触りました、シュートできました、小久保レオブライアン、いやいいボール、危ない、ポストに当たった、助かりました。いやー、すごい、左足、小久保レオブライアン止めた、セッターと、これたま、日本の選手がブロックした、よし外した、日本守った、小久保レオブライアン、いや、ベンチの指示通り右に飛んでいました。サッカーオリンピック出場を果たしていますイスラエル、日本に勝つという絶対条件のもと、間を通してきた、シュートが来る、小久保レオブライアン守った、なんかスピードありますからね、はい、今うちの背後取られましたけども、はい、ここはしっかりとねケアしたいですね。現在はアメリカのシャーロット、山本ブロックに入っている、もう一度来る、シュートが来た、小久保レオ、目線変えられますから、はい、難しくなりますよね。小久保、ここは自分で判断してキャッチします。斜めのボールが来た、シュートが来る、小久保レオブライアン外にパンチング、今相手の選手詰めてきてましたよね、おっとディフェンス仕掛けてくる、アラバのシュート、小久保レオブライアンまたしても止めた、ちょっとミスからねピンチになりましたけども、はい、ここ最後まで、いや、しっかりと倒れることなくギリギリまで粘って、そしてバックパス乱れた、トゥルジマン仕掛けてくる、シュートきた、小久保だ、またしても小久保、まだある、